ノートルダム聖心女子大学の一般選抜は今日と明日の2日間行われます。今日は国語、英語、選択科目の3教科型の試験が行われ、受験生は真剣な表情で試験に臨んでいました。ノートルダム聖心女子大学はこれまでの学部に加え、今年4月から国際文化学部と情報デザイン学部が新設され、合わせて4学部での初めての入学者選抜となりました。合格発表は今月14日です。